ということで前日下見、今から行きます。懐かしのマルハン下松店、この外観は夏いいでしょう。行きます。今日が一応7の作りで特備館、明日が4月28日、僕とまじまじくんの4回目の対決と、まあ、ブログとかにも上がってましたね。で、おそらくメインとこのエヴァンゲリオン変わってあげれば。変わってないね。あー、けど新エヴァン増えてますね。僕、エヴァンゲリオンここで分回るやつを打った記憶あるんですよ。けど新エヴァが新しく増えてるんで、このメイン通りに、まあ、おそらくメインはここになるかなと。明日の本命も多分ここやと思うんですよね。さらにはこの隣のメイン、なんと新大ガロウ、これ甘くなったら問えないぞ。ガロウ打ちたいな。マリアも当てるなら打ちたいけど、東大のリゼロ、これも要チェック。僕ここの店舗何回か来たことあるんですけど、記憶に残ってることを言うと、まあ、これ海のボックスなんですけど、まあ、奥の方に、まあ、昔ここにね、大見方の U タイムがあったんですよ。5、6台やったかな、まあ、結構少なかったんですけど、それがバケモンみたいに回ったことが1回あるんですよ。27とかで、もしかしたら明日もあり得るってなったらこれかなっていうね。大見方のブラック25台あるんで、ワンチャンバケモン級に回るってなったらこの5台の海あり得るかなと思ってます。一体これはいくらかかるんやろ。1本100円やとして何本あるのこれ。すごないこれ。総計景品4999本、50万ぐらい。見たんすよ、500番のしてましたよ。え、マジですか。めっちゃいいしてたもんこれ。さあ、どっから行こうかな。まあ、まずザロとか見るか。ザロ無理やな。目の前でアリア埋まったわ。まあ、これで行きますか。どうもさんです。ということで、マルハン下松店4回目のバチバチくん来ました。もう入場終わってます。まあ余裕こいて僕結構見よったんですけど、なんか埋まり始めたらうわーって埋まるんですよ。アリアがあったから開いてるやんと思ったんですよ。で取ろっかなと思ったら一人がパッて取った瞬間にみんながガッて取って、あ、やべと思ってでうろちょろしてて、まあ延々にたどり着き、まあまあやっぱバチバチくんって言ったらまあ僕延々ですからね。だからね、まあまあそれではそれでいいかなと思って延々取りました。何取れましたか。134であの0の920。920。はい。座ってる人いました。あ、何人かいました。ああ、はい。けど全然余裕で取れたと。そうです。で、埋まりも早かったですか。埋まりでもそっから早かったです。ああ、はい。もう中はどえらい祭りっす。あの、執念レベルの人いますね、はい。すごいっすわ。とりあえず売って。土地保護とかしていきたいなと思います、はい、でリゼロまたあの回転数、はい、教えてください、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。
昨日もう本命って言ったエヴァの島嫌いなし、今日なんかねほんま終電みたいになってますね。海も間違いないですね。久しぶりにこういう状況を見たかもしれん。ゾウさん見るリゼロの島もやりまりっすね。空いてる風に見えるやつは離席中って感じで、ここが僕、まあ、朝一突っ込んだ島なんですけど、アリア取りたかったけど取れへんかったと。7000円で400回ってるんで、めっちゃ回ってるやん。まあとりあえず期待値高いんで打ちます。ということで、あの爆速で昼飯食いました。今12時過ぎなんですけど、まあだいたい店内の状況がもうちょっとずつつかめてきたかなっていう、これはさすがに当たりやろうなって思ってるんが、リゼロの鬼がかりと、はい、まあ、僕が売ってる延々と、まあ、アリアは結構化け物なんちゃうかなと。アリアだけちょっと全然島が違うんでね、見に行けないんですけど、多分22、3はおるやろうなって。そうですね、もしかしたらもうちょい上がおってもおかしくないかなって思うような今日は状況です。はい、ドンさんで売ってる D0 どれぐらいですか？今だいたい23ぐらい回っていて、持ち玉5000玉ありで、まあ最高ですね。はい、僕打ってる延々が27ぐらい今あるんですよ。おそらくこのままいけば過去最高の延々の消防隊になるんですよね。はいはい、持ち玉6000ぐらいあるんですけど、まあさすがにねこれぐらい回るとね、あの玉減るのやたら遅く感じるっす。まだあるんやこんなにみたいな感覚。おかしくなる。いや、おかしくなるんですよね。今の1000円分やんなって確認したら、はい、あれ今の500円分みたいな、逆に大丈夫かなっていうぐらいの、あのバチバチ仕様ですね。はい、1回でも多く回したいんでね、あの戻りますか。はい、で2時にあの期待値あるんですよ。レインボーマウンテンを配布するらしいんですよ。あ、はいはい、まあ、2時の時には絶対に着席しておきましょう。そうですね、はい、ということで行きますか。はい、行きましょう。はい、行きま
ましょう。僕もね、結構地獄なんですよ今。あ、そうなんですか。はい、ただね、ドンさん見て勇気もらいましたね。あ、自分って全然マシやんって何がしんどいって、あの隣の人が5万発出してる。きつっ、めっちゃきついっすやん隣の人初当たり9回引いてるのに自分まだ1回ですから、ね、マジですか、はい、ちなみに僕初当たり7回引いてます。だいぶ負けてます。大当たり11回です。ああ、それもそれできついっす。はい、ちなみに隣の人爆連しました。はい、1回3万発ぐらい出してました、ね、ほぼラッシュっすね。よく考えて8割ぐらいラッシュなんじゃないですか。あ、マジですか、はい、僕すごいっすね、朝一ね一番当たってたんですよ、はい、大当たり7回で、はい、まあ、今日島一当たるやろなと思ったんですけど、はい、まあ、今僕 大当たり11回で島ケツさんっすあれ、みんななんかえらい連チャンしてんな思って、みんな10連超えていくんですよ。全然上がんすね。でも本当750ぐらいまでは持ち玉だったんで、あんまりたまったっていう感覚ないっていうのと、あとやっぱ回るんで減るのが遅いっすね、うん、持ち玉は期待値あるんで。いや、まあ確かにね、気にしてないっすけどね正直。あんまり そこで見たらむちゃくちゃ満足いくっすよね、はい。線はまってますけど、また来たいって思ってます。あ、マジっすか、はい、この内容だったら。いや、バチバチ君を ストーカーした方がいいっす、はい、バチバチ君ストーカーなんで僕。ちょっと自分もバチバチ君ストーカーになりますよ。しかもね、大阪とかその横浜とかやったら100何十倍だったらノーチャンスなんですよ。あ、無理です。おそらくね、はい、おそらくノーチャンスなんですけど、全然対象あの空いてるっていうね。200ぐらいまで多分ギリいけとったっすね。いけたかもしれないですね。ゾンさん言ってたエヴァのピンクエヴァ、はい、アマネジのやつ、はい、僕も見たんですけど、あれ多分いけそうなんですよ。あれとかやったら、はい、多分番号あんまいらんかったんちゃうかなっていう。あと開くんですよ、はい、延々はけど開いてないっす。1回も開いてないっすわ。ゼロも開いてないです。アリアがどうかっすね、はい、まあまあ開いてなさそうっすね、はい。
どんさん当たったかな。2-0。1660回転ですやん。お疲れ様です。終電があるので、もうこれにて終了です。もう結構ケツまで行きましたね。はい。現在もう20時50分。で、まあ僕延々を1日結局打ち切りました。結果の方出し上げます。こちら。最後のラッシュは5連で、あまりにも早く終わったんで、まあ、そのまままた打って、で単発1回引いて終了したって感じですね。あの満足やめ仕掛けたのにまだ続行するっていうね。で、いつもの状況やったら、期待的にはそうです、打った方がいいっていうのはあのお伝えしたいなっていう感じで、1000円ベースもね、出しておきます。 25.4 やったかな。まあちょっと落ちたんですよ。落ちた言うてもね、27から25なんでね、でまあどうでもええわっていう数字なんですけど、まあそれでも1-2落ちたらちょっとストレス感じましたね。あ、まあ、やっぱ26、7の気持ちよさ知ってるんで、はい、あ25かっていう、このバチバチ君はやっぱり欲張らせてくれますね。もう感覚が完全におかしくなっちゃう。そうなんですよ。もうあのめっちゃ回るっす、 21.5 で回ってるっすって聞いて、いやあんま回ってないなって思っちゃう、この環境すごいっすよね。すごいっすね。で、まあ、最初あの苦しんでましたけど、ドンさんどうでしたか。自分はあのリゼロ鬼がかり打ち切りまして、はい、こちらの2000ハマりまして、はい、結局初当たりが1日通して3回だけっていうことで、3回ですか。年収が8万5000円。8万5000円ですよね。出るんですね、はい、安いですね。安い言うたらあかんけどまあけど、はい、あんだけハマって割に8万5000円なんですね。でちょっとまあ時間もないってことで、最後持ち玉2500玉ぐらい残して終了です、ね。はい、あ、なるほど。回転率が、まあ、最初22ぐらいで回ってたんですけど、はい、結局 21.06 とかで落ち着きまして、ただ期待値が2万円ちょうどぐらい。ほんまにお疲れ様でしたということで、あの今タクシー来たんで、はい、一旦場所変えます、はい、すいません、はい、移動します、はい。ドンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。でちなみにあの2時にレインボー缶配ってきたじゃないですか、はい、で送付景品って言って、はい、まあ、タワーみたいな積んどったじゃないですか、はい、であれ視聴者さんに聞いたんですけど、はい、あれがある日にどっかのマルハンで売ったらしいんですよ。でその時に北斗がおそらく全部上やったみたいな、おそらくあのレインボー缶はスロット示唆、まあ、多分結果とか出てると思うんで調べてもらったら分かると思います。
で、あの今日はあの延々もバカ出てました。どえらい多分プラスになってるん で、 そうなんです、ね、客側がおそらく見ているだけでマイナスの方が1人か2人やったんちゃうかなっていう。相当回ってたっていうのもありますね。もうそうですね、ドラマ的にもバカでかかったっ、面白くなかったで、まあ僕聞いた感じ一番上掴んでるっぽいっすね。全員が全員聞いてないんで3人か4人ぐらいに聞いて僕が一番多分トップやったんで、まあ、今日は多分ピカイチ取ったんちゃうかなっていう、はい、でさらに島一当ててね、もう最高の展開でした。僕はすいません、ドンさん、あ、いえいえ、なんかほんまになんか申し訳ないなっていう、全く、まあ、ドンさん、ちょいちょい手伝ってくれてるんで X 調べて、かわいそうやなって思った人は今日ね、ドンさんボコボコに負けてるんでフォローしてあげてほしいと思います。これだけはちょっと言っときたいんですけど、はい、全く強がってるとかじゃなくて、はい、そんなに悔しくないというか満足いく負け方みたいな、まあ、全然満足ですね。あ、まあけどそうなってきますよね、はい、これで期待値全く詰めてなくて、はい、8万5千負けてたら、あ、それはもうほんまに自分を殴りたいですよね、はい、何してんねんっていう。ただまあちゃんと期待値お互い詰めてるんでいい日になったかなと、はい、やっぱバチバチ君やばいんでバチバチのストーカーしとったらいいと思います。プーさんです、甘すぎて蜂蜜持って歩き回ってるプーさんです。人多分この動画は 5月10日までに上がると思うんですけど、5月10日ゴッドの日にまた僕バチバチ君と対決させていただきます。まあ、おそらくどっかの動画でも事前告知出てるとは思うんですけど、マルハン鳥取行かせていただくんで、ほんまに蜂蜜っすよ、もうここしかない、もう蜂蜜にありつくんやったら5月10日しかないっていうぐらいもうマジで押せる日なんで、まあぜひ人数少なかったら少なかったで僕はいいんですよ、僕が一番蜂蜜取れるんでまあけどせっかくなんでね、来れる方はぜひ来てもらいたいなっていう感じです。はい、ということでありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ほんま満足いく結果で帰ります。はい、バイ。